はこんこんもこです。今回は、キラーの生、い立ちの説明動画の続編で、こちらの3人のキラーの生、い立ちの説明の方をちょっと読んでいきたいと思います。これ海外夜会を作ったおかげで、この新しいキラーの方を手にすることができたというか、これ多分ダウンロードしたらいけると思うんですよ。はい、とりあえず今日は説明の方を、読んでいきたいなと思います。レイス、ヒルビリー、ナース、シェイプ。人々の中には単純に悪の性を持って生まれた者もいる。純粋で曇りない真の邪悪で満たされた者である。マイケル・マイヤーズはまさにその一人だ。彼は他人を傷つけることに何の問題も持たず、しかもそれこそが彼の望むことだった。しかしこのような恐るべき精神の持ち主にとって人生は困難なものになり得る。常人との違いは、そのようなものがどのように問題を解決しようとするかにある。マイケルの場合、内なる平穏を得るために彼は人を殺す必要があった。彼が姉の命を奪った時、警察はピエロの格好をしたおとなしい少年を現場に見つけた。もし大きくなりつつある炎を見つけた時、ガソリンをかける人間はどこにもいない。しかし警察はそれを行った。彼らは少年の体の中に潜む悪魔がどのような姿をなすか想像できなかったのだ。マイケルを精神病院に送ったのはあまりに手ぬるい試みだった。セラピーは効果を表さず、夜な夜な響く叫び声は彼をさらに内向的にし、狂気に陥れていった。人々はマイケル・マイヤーズがただの一犯罪者で終わり、忘れ去られて封印されることを望んでいた。失敗はすぐに風化することを望んでいた。しかし彼は脱走してしまったのだ。怖すぎる。シェイプ、いやーもうなんかあれだよな、もうしゃあないやろな。そうなんや。お姉さんも殺されて、じゃああの妹ローリーは生き残ったってこと？その辺の関係性がよく分からへんの。これね、一人の生存者に執着する、これがオブセッションってやつかな。オブセッション状態の生存者は協力して行う行動の速度が 38% 上昇する。オブセッション状態の生存者が殺害されるか処刑されると、他の生存者は修理、治療、破壊の速度が 19% 減少する。マジで？あ、そうなん。じゃあこれって殺害とか処刑されたあかんねん、自分が選ばれとったら。他のみんなに迷惑かかんねんな。これも？あ、全部そうなん？怖すぎる。そうなん。一人の生存者に執着する。オブセッション状態の生存者を追いかけて取り逃がすたびにトークンを獲得する。最大トークン数は3。各トークンにより移動速度が 3% 上昇する。攻撃の行動を取るたびにトークンが消費される。トークンって何？最後のお楽しみ、これかな。これなんかついてるやつやな、よく誰かに。一人のサバイバーをオブセッションの対象にする。オブセッション対象者が生きている限り、
20秒以上追跡をすると次に攻撃が成功した時、そのクールダウンが 30% 減少する。このクールダウンのボーナスは追跡終了後5秒経過すると無効になる。よう分からん。ハグカニバル、これめっちゃ最近のキャラクターです。はい。殺戮者が凶悪な行為を働く理由が病的な精神によるもの、より衝動なのか、外的な圧力による脅迫観念なのかは議論が分かれるところだ。だがある殺戮者については本来の性質と保護本能が綿密に関連していると言える。レザーフェイスが殺しを行うのは自分の意思を他者に押し付けるわけでも、肉体的な欲望を満たすわけでも、頭の中の声を鎮めるためでもない。彼が殺すのは恐れているからである。彼は他人に傷つけられることを恐れている。家族が自分に失望することを恐れている。自分たちが人肉を食うことが明らかになることを恐れている。え、なんだ。家族は自分を愛しており、自分は言われた通りにする。彼にとってはそれが全てであり、他者は脅威でしかなく、脅威は排除せねばならないのだ。招かれてもいないのにうちにやってきて、まるで自分の家であるかのように家の中を嗅ぎ回り、家族の秘密を暴こうとする子供たち。レザーフェイスは教えられた通りにそのような脅威を排除する。家族を守るだけでなく、彼には他にも多くの役割があり、いずれの役割にもそれぞれの顔がある。彼は夕食を用意し、家族の世話をし、食べる時には身なりを整える。以前は祖父と母がみんなの面倒を見ていたが、祖父は老い、母も動けなくなってしまい、レザーフェイスと彼の兄弟たちが二人になり変わった。彼にとって家族は全てであり、家族だけが安全と安心をもたらしてくれるのである。しかし家族のためにできる限り尽くす彼だったが、一人の子供を取り逃がしてしまう。全力で追いかけたが、その子供に別の他者、トラックの運転手が救いの手を差し伸べた。忌まわしき運転手は彼の兄弟をまるで小動物のごとく引き殺した。激怒したレザーフェイスはチェーンソーで家族の敵を撃とうとするが、家族の敵を撃とうとするが、運転手の動きは素早く、逆に殴り倒され、自身のチェーンソーで傷ついてしまう。走り去るトラックを見つめるレザーフェイスは、怒り、悲しみ、痛み、そして家族に何が起こるのかという不安に襲われる。通報を受けて、警察がやってくるのは間違いない。警察は祖父や兄弟たちを連れ去ってしまうだろう。彼らの導きなしではレザーフェイスはどうしていいか分からず、のたれ死にするしかない。自分の世界が崩壊していく中、彼は自分の周りのあらゆる外敵と戦うためにチェーンソーを振り回した。その時別の感情が彼に宿った。その感情は冷たい羨望とともに、羨望？戦慄？羨望やの？視界の外からやってきた。そして彼は理解したのだ。たとえ他者が彼に何をしようと、もっと恐ろしいもの、もっと大きな何かが闇の中に存在することを。彼はかつて感じたことのない恐怖に包まれた。だがそれは家族に対して抱いていた彼らを失望させる恐怖に似た、ほとんど安らぎに近いといえる感情だった。彼はどこか親近感のある未知なる場所に導かれ、そこで何をすべきなのか本能的に理解した。もう家族を守りきれなかったような心配は許されない。たとえいかなる他者がやってこようと、彼はその脅威を確実に排除する。
叫び声が響き渡っても世界は再び静まり返り、聞こえるのは尊きチェーンソーの音だけとなるのだ。へー、カニバルの家族もすごいね。めっちゃ説明長かったね。パークがフランクリンの悲劇、攻撃を受けたサバイバーがその衝撃でアイテムを落とす。バーベキュー&チリ。エンティティとの深いつながりによりオーラを読み取る能力を解放することができる。オーラが見えるんか。これはノックアウト。攻撃されたサバイバーはトラウマを受け、仲間の救助を得られにくくなる。瀕死状態のサバイバーのオーラを32メートル以上離れている他のサバイバーが探知できなくなる。マジでか。あ、これわかるわかる。ダウンマーク出てんのに、いつもやったら見えるのに、どこで倒れてるか見えないんですよ。これやっぱりパークやったんやな。なるほど。はい。じゃあ、この、新しいキラー3つの説明動画の方はこれで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバーイ。